さあちょっと出川さんとのおしゃべり、ちょっとここお知らせありますので、ちょっとよろしいでしょうか。先週もお伝えしました、ナイティナイン岡村隆史のオールナイトニッポンオリジナル年賀状をただいま作っております。番組宛に年賀状を送ってきていただいた方の中から抽選で100名様にオリジナルの年賀状のお返事が届きます。僕イラストとかもいろいろ書かせていただいて、それを石田太也さんですか、石田さんがなんか今イラブが違いですかね、しているような状態なんですけども、1月1日に届いた年賀状が抽選の対象となりますので、来週12月15日月曜から12月25日木曜のと、木曜の間に投函してください。年賀状の引き受け開始は来週の月曜日15日からとなりますのでご注意ください。宛先は郵便番号 100-8439 日本放送岡村隆史のオールナイト日本までお願いします。当選者の発表は年賀状の発送をもって返させていただきます。またいただいた年賀状は来年ですね1月8日の番組内で一部紹介させていただく可能性がありますのでご了承ください。さらにここでもう一つオールナイトニッポンからのお知らせ、毎年恒例のオールナイトニッポン3回目のイベントが開催されます。その名もライブエクスポ東京2015オールライブニッポンボリューム3ということで、オールナイトオールライブニッポンというねあれなんですけども、3回目を迎えるオールナイトニッポンのスペシャルイベントでございます。日時年明け1月24日土曜日午後4時30分開演、場所はですね国立代々木第一、体育館、ですね国立代々木競技場第一体育館、料金は、税込み7500円からとなっております。オールナイトニッポンのパーソナリティのみならず、オールナイトの推してるアーティストさんたちも出演する豪華で面白いイベントになっております。すでに番組先行予約がスタートしておりますので、チケット購入したい人は日本放送のイベントホームページにアクセスしてみてください。さあ以上お知らせでございました。さあ行きますか出川さん、2時までメールで行きましょうか。そうしましょうか。さあそうしましょう。ラジオネームノーサイドストーリーからいただきました。一度出川さんに握手をお願いしたことがあるのですが、うんこを2個投げつけられた。いやふざけんなよ。あの時は本当に怖かったです。謝ってほしいです。もう最低ですよね。汚ねえな。やっぱリスナーも全部お前の味方か。そりゃそうだよな。ペンネーム木更津ひろあきラジカルチョコレートからいただきました。岡村さん、小西さん、出川さん、こんばんは。こんばんは。すいません、そもそもチンポ感って何ですか。僕もチンポ感出せますかっていうことなんですけど、僕なんか本当チンポ感抑えてるつもりなんで、それがもし出てるとするならもうほんまに気をつけないと。2時さあ、2時になりましたのでこのコーナー行きたいと思います。DJ 高橋のスクラッチクレイ、パーティーピーポー、調子どう出川、やってるぜやってるかい。そうかい。じゃあここからは、ご機嫌な、ミュージックを今から DJ 高橋がスクラッチしていくので、分かった時点で早押しでメールで、答えを送ってほしいと思います。岡村アットマークオールナイトニッポンドットコム、岡村アットマークオールナイトニッポンドットコムまでお願いします。さあそしてクリスマスプレゼントですけども、岡村隆史からのクリスマスプレゼント、私これプライベートで作りました、岡村隆史の、帽子ですね、こう自分で作ってみたんですよ。何プライベートで、あムーラー、そうです、プーマのパロディみたいなやつで、お猿さんが飛んでいるムーラという帽子を作ったんですけども、これがもう残りもうこんだけしかないので、これを、これ非売品ですから、プライベートで作ったやつですので、これをクリスマスプレゼントにしたいと思います。サンキュー。おお、これは喜ぶんじゃない。そうでしょ、だから出川哲朗も、このコーナーちょっと待って、こういう喋り方なの。これね、どっちでもいいの、ただあの DJ 風に喋ってみたいなということですから。それではまずはスクラッチ、ご機嫌な曲をスクラッチしていくんで、分かった人からメールで正解を送ってください。出川さんも考えておいてください。あなたはシャララチクイズありますからね。出川さん、そして僕の曲も分かったら言ってくださいね。あ、俺は分かったら何を押せばいいんだい。何でもいいよ。Okay. 何でもいいよ。Okay. じゃあ行くぜ。行くよ。この曲だ。OK!
速が OK って言ってる。さあ盛り上がってまいりました。さあ分かった時点で今日はちょっと分かりやすいかもしれない。すぐ正解が出てしまうかもしれない。出川さん分かりました？何の曲か分かりましたか？今の曲全然分からない全然分からない。え、これリスナーのみんなどうやって送るんだい？メールで来るからね。おい畑、畑、畑、畑気にしろすごいね、今そんな時代かい。もう一回行くかじゃあ。 OK、 もう一回行くよ。よく聞いててよ、行くよ。よっしゃ調子どう。これ回答の人がもうこんな来たってことですか？そう、分かったっていう人が結構来てます。まずはですね、世田谷区ガンゴンからいただきました。ダンシングヒーロー違う、シーブルーさんからいただきました。 TM ネットワークゲットワールド違う。出川さん、はい、調子どう。 OK 乗ってスタホライダーさんからいただきました。ラジオネームバンブールビーからいただきました。森川ゆかりさんの Show me Show me Show me OK let's go No 違う No OK 横浜市、奇跡の距離感からいただきました。 The Bump Feeling 違う違う Feeling Feeling 違うこの人分かってない。これですね、 DJ 玉木からいただきました。 OK、ミニモニテレフォンリンリンリン違う違うタイムリーかと思ったかな。いちこダンスからいただきました。ガンバ大阪応援ソング太陽のイレブン違う違う。火の玉ボーイからいただきました。出川哲のダップンポルシェの歌なんじゃこれ違うよ聞いて。いくよ、もう一回、もう一回こうするかい。もう一回こうするよ、いくよ。さあ、ブラックビスケッツスタミナのほうちさん違う違う。あ、ラジオネームキモショーダンディ坂野、oh. ゲッツだぜゲッツだぜそうなんの違う違う。ラジオネームチャーリーからいただきました。少年隊で仮面ライダー加山雄三さんのこれ間違いですね。紅白での違いますよ違う。ラジオネームミカリンからいただきました。妖怪体操違う松崎しげる地平をかける獅子を見た、ペンネーム聖子さんから違います。ラジオネームシンシン MCAD ボンバヘー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 燃え出すような熱い魂違うあこれは、茨城県の岩崎さんからいただきました。湾岸スキーヤー正解DJ DJ DJ さあスペシャルウィークなんで全部言っときました。イエーイよくわかったね、よく聞いた。今日はね簡単だと思った。じゃあ行くよ。乗ってきたぜ。オッケー。これは
後でシャララチクイズやるからね。曲をこれちゃんと、出川さんも、この曲やりたい、この、これをシャララッチしたいっていうのを、ちゃんと。オッケー俺このコーナー無理だ、岡村隆史。小僧にできるなら俺もできるって言ってたでしょ。さあ、正解された方に、このクリスマスプレゼント、帽子2つですね、2つあります。コント、これはなんていう、カーキかな、ベージュかな、ありますんで、クリスマスプレゼントでございます。おめでとうございます。CM の後はなんと、シャララチクイズ！全国36局ネットで放送中、岡村隆史のオールナイトニッポン。さあ出川さん、タイトルコールをお願いしたいんですけども。オッケー、タイトルがわからないぜ。ここ、おう、 DJ 哲郎のシャラッチカッチクイズ。ちょっと噛んだよ。オッケー、オッケー、いくで。大丈夫、スクラッチはシャラッチ大丈夫。まだよまだよ。オッケー、準備いいね。じゃあみんなよく聞いてね、今から出川哲郎がシャララッチしますから、分かった時点でどん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 メールお願いします。岡村アットマークオールナイトニッポンドットコム、岡村アットマークオールナイトニッポンドットコムまでお願いします。さあ、それでは出川さん、オッケー、いくでー。オッケー、ヒルドさあ、分かったかな。オッケー、カモン、バリバリおいで。もう一回、一回、もう一回、スクラッチ、シャララッチ、特別だぜ。 Here we go。 畑をボッコボコしてやったぜ。 OK、 いくで。ラジオネームコールマンカーさんからいただきました。 OK、 ホタテマンのホタテのロックンロール。 No good。 No、 違う。松崎、ペンネーム前のりってなにわさんからいただいたぜ。はい、松崎しげる地球をかける獅子を見た。残念残念、違う。 OK、 ラジオネームテンガリンからいただきました。クレイジー、千のナイフが胸を刺す。違う。グレイズのね、グレイの曲。急にテンション下げない。あげや。オッケー、いくで。オッケー。たっくんパパさんからいただきました。はい。五木ひろしで Try Me。意味わかんねえぜ。はい。違う。はい。ペンネームライドンさんからいただいたぜ。おっ。止まらない。はは、正解だぜ。俺これわかった。わ、すごい。もう一回こすってみて、出川さん、こすってみて。オッケー、いくで。聞いてて。うんこポルシェの中でもたまにかかりますからね。これかかるからね。さあ、なんと、はい、これは、あ、沖縄県の方ですよ。沖縄県の松田、あ、違いますね、沖縄県のライドンさん、ライドンさんにポルシェが。いや沖縄まで。これがポルシェクイズだったの。ポルシェクイズになりますけども。いや沖縄ですよ。沖縄でちょっと遠いですけれども、
いやほらお前どうすんだよこれ、はい、この子信用しちゃうじゃねえかよ。でもこれだってあれでしょ、ライドンさんどうやって持っていきましょうか。じゃあ持ってくじゃなくて、この子ほらまだ若いし、19歳、免許持ってるからね。免許持って、沖縄なんで免許持ってますよ。あの電車とかモノレールしかないから。やりましたですね。いや違う、だから勢いでそんなコーナーをやるとこんな感じになっちゃうんだって。勢いでやっちゃダメなんだって。じゃああれですよ、ポルシェに代わる何かクリスマスプレゼント考えてくださいよ。ポルシェに代わるクリスマスプレゼント、いやなんか言ってよ。何にも持ってきてないよ。あ、なんかオレンジのいいパーカー着てますね今日。何がオレンジの。いやこわ。ちょっと待って、なんか言っといてよ。あ、ほんならその可愛い T シャツあるじゃないですか、出川汁がいっぱいついてるやつ。サイン書いて。ああなるほどね。ね、どうですかパーカー、ちょっと厳しかったら。いや中華、いやいやいや俺は全然いいけど、はい、俺は裸で帰るのかな。まあまあ全然いいけど、そんなのだって熱風出てんねんから裸の方がいいぐらいでしょ。ポルシェだってあんな暑いねやから、アホみたいに。わかりました。じゃあ こちらのちょっと臭くなってますが、あ、この出川さんが着てる、はい、実際着てる T シャツ、なんていうやつですか。あー、アフターベースの T シャツ、アフターベースの T シャツをサイン入りで、はい、サイン入りでプレゼントしてくれます。出川さんってありがとう。NEXT SOME NOISE。 全然、多分彼全然テンション上がってないと思うよ。スリって、あとポルシェのね、ドライブ券もまだあとありますからね、抽選で。